通知で気づいてくれたのかな、それともさあのタイムテーブルに入れてたのを気づいてくださったのかな、どっちだろう。ありがとう。通知で気づいた？じゃあみんな通知を取ってくださってるみん。おはよう。カイトさんかわいい、タチアさんバラ、ヤスベさんハート、ユキさんハートありがとう。おはようございます。今日は無事早起きが成功したので朝配信をしようと思い、ちょっとギリギリ朝配信って感じの時間帯に配信を始めました。かまちゃんさんハートありがとう。そう、本当はもうちょっとね全然遅く起きてもよかったんだけど、そう起きたので、それなら配信をしたいと思って、一日のね、私はもう最近というかよく言ってるけど、ショールームをしないとその日の一日のスタート切れた感じがしないから、せっかくなら朝配信したいと思って始めました。おはようございます。おはよう。クックさんハートありがとう。かまちゃんさんもおはようございます。通知で気づいてありがとう。いつも朝早いです。そう早い、確かにでも早いかもしれない、最近ね最近は早い、忙しく、多分もっと再来週とかそのユミニーさんのね卒業コンサートがもうどん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 近くなったらね、よりねその配信できる時間が少なくなるかもと思って、最近は朝早くから配信することが増えたかもしれない。今は今日のね、今日の全身コーデが水色にしたいと思って、水色のね今こういう一回紹介したんだけど、こういうねこっから下が蝶々結びになるズボンにしてるんですよ。でこれがうまく結べなさすぎて今苦戦中です。おはようございますどうやったらうまく結べるのか、ただいま思考回路全開でやらせてもろてます。これでいいのか、一番下はね肩結びしてっていうか二重にしとかないと踏んであーってなっちゃったらダメだっけ。おはようございます。安部さんハートいっぱいありがとう。リクさん、かまちゃんさんもハートありがとう。早起き偉いやって優しい、そんなみんなのがみんなのが偉いよ。でも出勤しとる人だって俺やろ、そらなんかまだ家でのんびりしとるよ。マジで偉すぎるみんな。おはようございます。ふきさんハイトありがとう。よし次は右だ、左はうまくいきました。ということで右を結んでいきます。結んで、コキンさん、マビさん、カイトさんハートありがとう。今日は朝からそのね起きれたから、普段は結構 YouTube で朝のなんか朝からその Vlog 上げてるすごい意識高めの方々の動画を見ることが多いんですけど、今日は朝からこれなんだ ZIP 見てます。 ZIP ジップを見てます。みんなは何派ですか、まあ、時間的にみんなだいたいジップとかになるのかな。今日はちょうどいい時間って感じ。お、ちょうど良き、みんなのちょうど良き時間に配信できてるかな。今日もまた夜もしますので、お仕事が終わってから
おはようございます。おはよう。朝から配信見られるの嬉しい。本当によかった。でもそうやって言っていただけて、逆にみんなと私は朝からお話できて嬉しい。おはようございます。え、電車で見てる、ありがとう。みんなちゃんとあれ持ってたかな、イヤホン。イヤホン持ってなかったらもう無音になっちゃうからね。今日の睡眠は4時間。でも頑張って2時ぐらいには寝ました。そのもう、ね、全然寝れんプラス、その昨日はレッスンに出れてなかった分の復習じゃないねをしようと思って、それをして、で今日のその予習、今日やるところを予習してってしとったら、もういつの間にか日付回っとって、やばいと思って、で急いであのお風呂とか入って、でラストの最終確認して寝たので、昨日は2時ぐらいに寝ました。復習と予習本当大事だからね。このバタバタしてる時こそ本当に大事だから、一個でもね出遅れたらもうキヤーって性格上なるので、しっかり復習予習復習大事です。おはようございます。おはよう。おはようございます。テロップ入れよう。何しよっかな。テロップ、帝国さんバラありがとう。あきもさんハートありがとう。聞きながら寝る、おやすみ。え、今日はお休みなのかな。いっぱい寝てください。お話し会の宣伝あるにした。そう、ミトちゃん秋の花火だって。お、徳島だ。徳島、今徳島してる。ウーチンさんラブレターありがとう。朝テレビ見ようってないし、え、わかる。そう、私もね朝はテレビつけないんですけど、普段ちょっと今日はつけてみました。なんかちゃんと朝に起きたんだっていうのあの叩き込ませるじゃないけど、今は朝なんだよ、おはよう起きてっていうのをしようと、あの頭に入れようと思って。アスパラさんだるまありがとう。あ、スボトンと、スボトンって何、スボトンって何、スボトン、え、すごいすごいすごい。今花火大学、ふ、なんて読むんだろう、なんちゃら花火、ふふ、すす、何、ふふ、吹雪のふぶみたいに高い花火。おはよう。イヤホン持ってた。あ、よかった。おはようございます。雪終わって家でのんびりタイム。お、じゃあご飯タイムかな、朝ご飯タイム。うわ、うずしおだ。うずしお、おはようございます。エルさんハートありがとう。おはよう。今からメイクしていきます。簡単なメイク。だからメイクしてないとちょっとテンションが上がらないんですよ、一日は。だからどんなに朝早くても、そのレッスンの時とかでも、なんかこの後にお仕事でメイクする時間がありますとかだったらあれなんだけど、ない時とかは、まあ、絶対にメイクしていきます。じゃないと、その鏡その見た時とかに、なんか自分の顔がこうパッとしてないとめっちゃ悲しくなるから。その前までは全然すっぴんで、もう余裕です。すっぴんでも別にもう
そんな気にしませんだったんですけど、なんかもう最近はモチベというかモチベ上げるためにもメイクを絶対するようにしてます。簡単な眉毛と目だけで、今日はちょっと肌をしたい気分なので肌をするんですが、おはようございます。富士山バラありがとう。みんなゲリラ、ほぼゲリラで始めたのに来てくださってありがとうございます。みんなお仕事頑張って、頑張ろう。ハイタッチ、ハイタッチです。プチサンダルもありがとう。おはようございます。お、お仕事行ってらっしゃい。そらも今日お仕事頑張ります。みんなぜひね、あの今日は声ラジじゃなくて明日声ラジなのでまだ全然大丈夫なんですけど、お便り送ってない方は、やばい、お腹痛かった。お便りお待ちしてます。髪の毛が、お便り、お好み焼きっていうお便りです。髪の毛が顔にくっつく。おはよう。やっぱりめっちゃお腹すいた。え、何食べようかな。でも朝からちゃんと食べとかないと今日は動くデイだからね。その途中で倒れたりとかしたことないけど、お腹すいたよってならないようにマジでちゃんと食べとかないと。何食べようかな。おはようございます。また来てしまった。ありがとう、来てくれて。ちょっと小指の癖強めなんですけど小指の癖強めなんですけど、今日はあのメイクをして準備をしたいと思います。お口を動かしながら手も動かして。おはよう。お仕事なのでまた会いましょう。また夜もするので気軽にいつでも遊びに来てください。おはよう。おはよう。瀬戸内のニュースね、思った。徳島で朝から瀬戸内を感じれました。まひなさんに言おう。まひなさん、朝からジップで徳島のやってました。まひなさんを感じました。徳島、おはようございます。こうやってもしかしてスラフのことが、そう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 、それは好きです七ひなさん、ニッシーさん、よしかなさん、アリンコさん、ハートありがとうございます。頑張ろう。ハイタッチ会おはよう。ゆで卵食べるといい。え、みんなちなみに何食べました、朝ごはん。ちなみにみんなの朝ごはんは、ちなみにみんなの朝ごはん、シリアルとヨーグルト。おお、めっちゃ健康的やん。ちゃんとなんか朝ごはんっていう感じの朝ごはん。カップ麺、うわ、めっちゃガッツし、え、どうしよう、ガッツし。おはよう。オロナミン C、 あ、朝はあんまり食べなくてもいいあれかな。え、でもソラハもね、なんか別にそんなに今はめっちゃお腹空いてるし、まあ、今日は食べようと思うんですけど、あんま夜食べなかったから、今日は朝食べようと思うけど、何しよっかな。サラダチキンとか、サラダチキンとかにしよっかな。 TKG、 うわー、食べたい卵かけご飯。私んち卵かけご飯じゃないわ、卵かけご飯があるわけじゃなくて、卵が今めっちゃあって、そう、最近自炊をしてなくて、だから卵がめちゃくちゃあるんですよ。卵使わんといけん。今日は夜ご飯なんか作りたい気持ちなので、卵かけご飯じゃなくて卵使う料理作ってみようかな。TKG、 お、 TKG またまたいました。でも TKG って美味しいよね。 TKG は私は白ご飯、まあ白ご飯じゃないですか、白ご飯に
卵に醤油に味の素入れるのが好きです。あと少々塩ちょっとかけるぐらい。味の素、魔法の粉って言ってたんですけど、魔法の粉を入れるのが好きです。あと味の素入れたらなんかめっちゃ美味しくならん、なんでもかんでも。ものによると思うけど、相性によるけど、だいたい美味しくなる気がする。朝はパンパンパパン、いいね。何パン食べたんだろう。お鍋の残り、確かにお鍋ね、だいたい残っちゃうよね、食材をさいっぱい入れたら。え、いいね、朝からお鍋、めっちゃ体温まるやん。最近朝起きたらめっちゃ寒いからさ、ちょっと毛布を出そうかなって考えてます。ちょっと今タオルケットで長袖のパジャマで寝てるんですけど、さすがに寒いなと思って。ちょっと毛布を出したい。うわ、温かいそばを食べました。だってキャー、最高やないか、朝から最高やないか。なんかそばは、そば、そば、そばはあのもともとそんなにもう自分で好んで食べるっていうぐらい好きですかって言われたらそうでもなかったんですよ。うどん派だ、そばかうどん派って言われたらうどん派だから、年越しそばとかあんまりそんなに好んで、まあ、食べれるけどめっちゃ好きですかって言われたら、いやそんなこともないですっていう人だったんですよ。でも広島駅近くにある香り屋っていう蕎麦屋さんのね、蕎麦をあずみんが、その行きたいって言っとって、あずみん蕎麦が好きなんですけど、行きたいって言っとって、で行ってみたところ、そのお蕎麦屋さんが、まあ蕎麦にすごい蕎麦屋さんだからめっちゃ美味しくって、その蕎麦がやっぱりスーパーとかでね、その30円とかで売ってる当たり前だけど全然違くって、ちょっと蕎麦が克服できました。もともと蕎麦そんなにあれだったけど、あそこのお蕎麦屋さんはめちゃくちゃ美味しかった。香り屋さん一回ブログかな紹介したし、安住とお出かけした時に安住の写真をポストしたんですけど、香り屋さんめちゃくちゃ美味しい。ちょっとやっぱいいお値段するんですけど、でもめちゃくちゃ美味しかったです。うん、カップ麺食べないな最近は。食べない。昔はね、剣道やってた中学生時代とかはもう帰ってきたらもうお腹空いてるからすぐにできるカップ麺を何食べたりしとったけど、最近はもうダイエットするようになってからはあまり食べなくなっちゃった。おはようございます。ちょっとメイクしながらで申し訳ないです。朝はご飯、うわー、もういいね。でもなんかがっつり食べるのがやっぱいいよね、体に。体にいいっていうかエネルギー、やっぱ朝に一番食べた方がいいとかって言うじゃないですか。朝に食べるのがいいんだけどね。朝ってさ、寝て起きてすぐだからさ、そんなに私胃袋入らないんですよね。でも今日は胃袋入る。なぜかっていうと、その昨日夜あまりご飯を食べなかったから入る。お、火曜市で買ったハンバーガーとサラダ、ヨーグルト、バナナ、お、牛乳仕事で、わ、いってらっしゃい。めちゃくちゃ食べてる。でも大事、朝からいっぱい食べるの。エネルギーをつけないとだからね。みんなお仕事だよね。みんな8時前だからもうお仕事始まるよね。頑張ってください。お、また山、また瀬戸内だ。山口だ。今山口してる。ジップ、なんか新しいの始まったと思った。もうちょっとしたら出入りいいかな。うわ、ハンバーガーとサラダ、ヨーグルト、バナナ、牛乳はもうザ朝って感じがすごいするね。え、卵あげる、卵あげる、雑炊、雑炊美味しいもん絶対。卵プレゼントした今めちゃくちゃある卵。
安いと思って買ったんですけど、あんまりそのバタバタする期間前に買っちゃったからあんまり料理ができなくって置いてます。ヘルムビーゲさんありがとう。小判めちゃきなこさんハートありがとう。ただいまお仕事前のメイク配信です。準備配信テンションを上げるためにメイクをします。こう鏡とかで見た時にこう自分のね顔が薄かったら悲しいから、普通でもなんか薄いっていうかこうメンバーと並んだ時にうわーってなるのに、すっぴんだったら もっとうわーってなっちゃうから、ならないようにちょっとでもうわーっていうのが減るようにメイクしていきます。卵かけご飯、え、卵かけご飯ね、岡山発祥、あの岡山のロケ行った時に卵かけご飯屋さんみたいなの行きました。あの 山の方にある卵かけご飯専門店みたいなとこ行ったよ。昨日の夜食べて今日の夜まで食べません。え、そんなのお腹空いちゃうよ。食べないとどっかで食べれないかな、タイミングで。刻みネギとか鰹節入れようか。あーいいね、刻みネギはあるけど鰹節ないな。でも鰹節ってさあるだけで美味しいよ。なんかたこ焼きとかお好み焼きのイメージだけど、確かに卵かけご飯にパッて入れるとこう香、いい香りがして美味しそう。おはようございます。ヘルムビーゲさんハートありがとう。おはよう、おはよう。ST48 ドラフト3期生のシナノサラハです。今日お仕事前に配信をしてるんですけども、ちょっとメイクをさせていただいてます。せいさんバラありがとう。うわ、吉野家の牛丼を食べました。うわ、私が食べないようにしている牛丼ですか、もしかして、もしかしてですか。もうあれは安いのに美味しくて、注文したらすぐ出てきて、もう最高すぎる牛丼。毎日食べたら太っちゃうから経験者を語るマジ食べ、一時期いっぱい食べすぎてブク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 太って、そっからもう行かないようにした。だって500円ってさ食べれるじゃないですか、ものによるけど。もう普通だったら500円でも全然食べれるし、ちょっと足せばトッピングの美味しいやつ食べれるし、これは罪です。罪な食べ物、その名も牛丼。メタでコナンみたいな、罪な食べ物です。チー牛しか勝たん。おはようございます。みんなもうお仕事出勤してるかな。ワンちゃんさお仕事場ついてさ、配信見ながら見て、あのお仕事してる方もいらっしゃるかな、もしかしたら。おはようございます。お、今から寝ます。お、夜勤明けの方いっぱい寝てください。もうね、あの寝れる時にいっぱい寝ましょう。私は昨日の新幹線移動も寝たし、昨日の夜もまあまあ寝たのでいい感じでございます。おはよう。お、夜勤明け。でも夜勤明けの方絶対多いよね。ね、ZIP 瀬戸内を応してくれてる、嬉しい。いっぱい瀬戸内のねこう情報を発信して、瀬戸内に遊びに来てくださる方が増えるといいよね。おはよう。休みじゃなくて電車の中で爆睡してた。あ、おはよう。大事、寝るの。でもさ、私電車とか寝たらさ、終電まで乗る場合は全然大丈夫なんだけど、途中で降りるとき怖くて寝れない。
途中下車っていうか途中の駅で降りるとき。だからビクビクしながら寝てる、目閉じてるときとか。お、下ろしたてのスーツ着て会社に行く。お、そうだよね、昨日お仕事が大変だったって言ってたから今日はね、うわーっていうことが昨日よりも減ってるといいな。電車内でメイク、え、でも新幹線でメイクは昨日ありました。昨日はそのメイク時間がめちゃくちゃタイトだったので新幹線でメイクしててくださいって言われて新幹線で顔だけメイクしました。電車はないかな。電車むずそう、メイクするのめっちゃ揺れそう。新幹線のよりも電車の方が揺れそうなイメージってか揺れてるから、電車でメイクはむずそう。今日から始まる一日助かるから寝ずに今日は終わらせないかもよってる。じゃあ明日はもしかしたらおはようできるかもしれない、わかんないけど、そのやっぱ時間によってね。今日はその早めのお時間からのあれなので起きてるんですけど、お昼とかかもしれない。アイライン描き中。まず薄いので描いて後から濃いので描く。お仕事いってらっしゃい、頑張って。もう今はねメイク中、メイクで申し訳ない。ファ皆さん、第2采配一時受付は本日の13時までとなります。ありがたいことに11月4日あのオンラインの初日の1時間目は完売ということで、あの残り2時間目3時間目になるんですけど、11月4日がね今回の第2再販で受付ラストなので、お直近でソラハとお話ししたい、オンラインでも大丈夫って方は11月4日の3時間目お待ちしてます。おはよう AM さん、だるまありがとう。おかわり自由のお店だったような気がする。でもバタバタだったからおかわりはできんかった気がする。卵かけご飯食べたくなってきた。吉野の牛丼、あ、まだ家もうそろそろ出る。あ、そっか、みんなお仕事だからまだお家出てなくて、あのお家から配信見てくださってた方もいるか。昔って200円、え、牛丼、牛丼200円だったの。それはどういうこと、安っ。今のハンバーガーと一緒やん。おはよう。マック三角チョコパイ、え、そうなのよ、今日からもう発売してるんよ、三角チョコパイの、今年から、今年の三角チョコパイ、ミルクキャラメルと普通のねチョコ。スタバの新作は、うん、飲まないかな私。パンプキンかってなった。上のキャラメルソースだっけな、キャラメルなんちゃらは美味しそうと思ったんですけど、パンプキン味とか、パンプキン自体は好きなんだけど、そのかぼちゃは、かぼちゃ自体は好きだけど、かぼちゃ味とかあまりその惹かれないんですよね。芋とかの方が惹かれるけどって言っても、さつまいも飲まんかったけど。前も飲まなかった、飲みたかったけど。あ、
職場の制服いつもクリーニング出して大事。最近電車で寝てもないのにイヤホンしてそのままてるだけ乗り過ごすの寝てないのに乗り過ごしちゃってるのか。そりゃ大変だ、そりゃ大変。おはよう、お仕事行ってきます。配信ありがとう。朝からお仕事頑張ってください。ありがとう、見に来てくれて。おはようございます。早く会いたいなって。嬉しい。そう、もう会ってみたい。会ったことない方はもちろん、何度目ましての方もそうだけど、マジで早く会いたい。一番直近で会えるのは10月21日のお話し会、直接。それが10枚目、もう一発目のリコチとお揃いのお洋服着る。楽しみだな。いい感じだよ、メイクの順調。おはようみんな。まだ運転中。お、ハンバーガー味。え、それはよく聞いたことある。ハンバーガーがめちゃくちゃ安かった。真剣タイム。口開いちゃう。はい、真剣タイム終了。よし、今から髪の毛タイムをします。おはよう。そう、キャラミルクキャラメルみたいなの美味しい。早く会いたいな。定型文でもカッコつけてくれてる。カッコつけてくれてる。そうだよ、21日会えるから10日後、ジャスト10日後。おはようございます。ジャスト10日後ですが、幕張マジで楽しみ。みんなと会えるの楽しみすぎる。今日空はその日を目標に今頑張ります。他にもね、お仕事とかで楽しみとかはあるけど、そのみんなに会えるっていうものは10月21日の幕張なので、その日を楽しみに私は今生きてます。おはようございます。お仕事前に勉強してた。偉い、朝から勉強お疲れ様です。幕張は1時間目がツーショット写真会、1時間目がツーショット写真会で、2時間目がお話し会で、3時間目がお休みで、4時間目、5時間目がお話し会。楽しみだな。直接おめでとうって言ってくださる方もきっと多いと思う。その選抜発表が9月6日にされて、そっからその公演のお見送りとか、そのイベントのソラハコールが終わった後とかに、初選抜おめでとうとかは聞いたんですけど、こう1対1での初選抜おめでとうは、しかもお話できる感じのやつは初かな。お見送りもまあ実質1対1だけど、秒で終わっちゃうから、お見送りは「ああありがとう」しか返せないけど、会話ができる、楽しみです。来年の現地行けない日だから、次のシングルオンラインも待ってますね。直接は確かに難しいかもだけど、オンラインで待ってます。おはようございます。マジでさ、シャンプーを変えてからめちゃくちゃいい感じ、髪の毛が。パセがおすすめしてくれたね、ちょっとお高いんですけど、夜っていうシャンプーにしてから結構もう1週間ぐらい経つんですけど。おはよう。
注射図ついてからお先に。お、ありがとうございました。見に来てくださって。今日は1時間くらい朝しようかなって思ってますので、8時半過ぎぐらいまで付き合ってくださると嬉しいです。コロコロ、そらちゃんが出て山口行けそうな肉に。お、そうやね、早く会わないと。だからね、もう2ヶ月が会ってないのはやばい。おはよう。お高めも、でも私のお高いシャンプーね、結構何個か使ったことあるんですけど、それ会ったことがなかったんですよ。なんかいいなとかと思うけど、でも自分の好みとか髪質に会ったことがなくって、でもやっぱ本当に人によってだけど、そのいいっていう人もいれば、まあ髪に合わなかったら良くないみたいな人っているじゃないですか。今回のはめちゃくちゃ私の髪に合った。香りとかはその結局ヘアオイルとかでね、あれだから。夜っていうシャンプーパセが教えてくれて使い出しました。おはよう。資生堂のバラ園、バラ園っていうのがあるんですね。なんかシャンプーってめっちゃあるよね。なんか男性専用のシャンプーとかもありますもんね。すごい、だいたいああいうの使ってるのかな、みんな。さくらみおんさん、ハートたくさんありがとう。何の香りなんだろうこれは。でも結構柑橘系な香りなのかな。夜香りが2種類あったんですけど、マセがおすすめの方を買いました。かまちゃんさん、トートありがとう。おはようございます。これからいろんな日程発表されるのか。ね、だってさ、スペイウェもそうだしさ、リリウェもそうだしさ、瀬戸内巡りあるかわかんないけど、そういうの全然今回シングルの情報知らないから、それも楽しい。どんな感じの、その今回のシングルの写真がどんな感じになるのかとか全然わからんから、めっちゃ楽しみだよ。早く10枚目の LINE グループがピコーンって動いてほしい。おはようございます。お仕事行ってらっしゃい。ありがとう、見に来てくださって。すごい準備配信だったんですけど、まあ、まだ準備配信続くなんですけど、続く、後半に、後半へ続く。ちーまる子ちゃん、おはようございます。でもいろんな方がね、会いに来てくださると嬉しいな。関東とかのね、そっち側もそうだし、地元の関西の兵庫県でもそうだし、やっぱ瀬戸内で活動しているので、瀬戸内でもこういっぱいいろんなイベント出たいな。あれあれね、あれ、オイルがない。髪の毛のヘアオイル、ああ倒れてた。おはようございます。おお、かまちゃんさん、帽子とトートありがとう。朝ごはん今日は食べようかな、動くからね。なんか朝早起きした時って絶対に朝ごはん食べるから、ほとんどの確率でお腹空いちゃうし、あの昼ごはんになったら、だから食べるんですけど、朝起きて早起きした日は絶対その食べちゃうから太っちゃうっていうのが問題です。早起きしたらね、一日長く感じるからあれなんだけど。ここ1週間ずっと体重が増えたままがキープされててやばい。ぴょ
コニーさん、かわいい、ありがとう。おはようございます。 ST48 ドラフト詐欺生の信濃空葉です。20歳の兵庫県出身です。おはようございます。よし、前髪をやろうかな。え、でも前髪上げとくのもいいな。インド目でどう思いますか。知らんがなよね。知らんがな。そうよな、知らんがな、知らんがな。知らんがな。おはようございます。今週末のオンライン受験会も楽しみにして。やった、そうだよ、土曜日だからね。イエーイ、すぐだ。おはようございます。美味しそう。じゃあ皆さん、今からちょっとドライヤーをするので、音量が大きめの方は少々下げてみてみてください。音量戦闘力高い人おはよう。言い方、そうだよ、みんな戦闘力そら1億だからね。みんなのパンチは私小指で受け止められるから。そんなに、ソラハが戦闘力1億だったらもうみんなのすごいわ、もっとすごい。みんなのが絶対にすごいから負けないように頑張るわ。じゃあ今からドライヤーします。あ、ついてなかった。前髪なしで行こうかな。おはようございます。やっぱ気合い入れるために前髪なしで行こう。今日はピン止めか何かで止めちゃおう。ちょっと向こうにピン止めがあるはずなので取ってきます、ピン止め。よし、今日はめっちゃ水色マンです。めっちゃ瀬戸内です。ズボンも瀬戸内の色がの水色だし、この T シャツのやつも水色だし、今日は水色デイです。水色感謝デイ、どういうこと？自分で自分に問う、どういうこと？水色感謝デイ。おはよう、おはようございます。前髪を上げとくとめちゃくちゃ楽なので、もう前髪のこと気にせず踊れるから、まあ、前髪のこと気にして踊ってるわけではないんですけど、もういくらブン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 振り回してももう全然余裕なので、前髪を上げちゃいます。このぐらい上げればいいかな、このぐらいかな。じゃん。
んながお仕事前だったりお仕事中に見てくれてるだろうなのに、こんな前髪どうしよっかなとか言って、前髪の量よし、おはよう、とりあえず朝ごはんは何にしようかな、ささみ揚げか揚げ鶏か、あ、揚げ鶏じゃない、ささみ揚げか、あの名前が出てこない唐揚げくん